はい、じゃあもう一度元気にご挨拶しましょう。皆さんおはようございます。元気いっぱいですね。それからかっこいい体操座りですね。おしゃべりも聞こえません。大丸です。ね、人のお話を聞く態度がよくできています。さて1学期が終わりました。1学期どうでした？楽しかった？楽しかったこと何があった？体操楽しかった？遠足も行ったの覚えてる？ねえ、キッズも楽しかった？英語もやったよね。はい、ありがとう、もういいです。いろいろ楽しいことがありました。明日からいよいよ夏休みに入ります。幼稚園は預かり保育のね、ペンギンのお友達は別にして、皆さんお休みになると、うちの中で生活することが長くなります。だけど園長先生ね、みんなに2つ忘れてほしくないことがあるんだ。それ宿題にして出そうかな。宿題でいいですか？いい。一つはついこの間7月生まれのお誕生会でお話ししたことです。覚えてるかな？魔法のプレゼントってなんだっけ？そう、挨拶だね。挨拶です。挨拶皆さんしてますか？お家の人におはようございますって言ってますか？おやすみなさいって言ってますか？じゃあそれを夏休みの間もたくさんたくさん使ってください。そして夏休みの間にはもしかするとね、親戚の人が集まったり、親戚の人とかお父さんお母さんのお友達のお家に遊びに行くことがあるかもしれません。その時に特別な挨拶っていうのがあるんです。初めて会う人に一生に、いい、一生にだよ、一度しか使えない特別な魔法のプレゼントの挨拶があるんです。いいですか？じゃあ院長先生から皆さんに伝授しますね。それは始めましてっていう挨拶。誰かと初めて会った時に1回しか使えないんだよ。2回目会った時に初めましてって言ったらおかしいんだよ。初めて会った時、一生に1回しか使えない挨拶です。どうかな、みんな使えるかな？大丈夫？みんなで練習してみる？じゃあ行きますよ。初めまして。初めまして。そうです。じゃあこの挨拶、初めて会った人に使ってください。それ以外の挨拶もいっぱい使ってね。これが一つ目の園長先生の宿題です。それからもう一つ魔法を教えましたね。魔法の呪文は、そう、ありがとうっていう魔法の呪文です。これもみんな使えるかな？使ってる？年中さん使ってる？使ってる？そうだね。これもまた夏休みたくさん使ってください。いろいろ親切にしてくれたり、お小遣いをもらったりした時にはなんて言うんだっけ？ありがとう。そうです。ありがとうっていう魔法は何回使ってもいいんだよ。はじめましては1回だけだったね。ありがとうは何回も使っていいんだけど、コツがあったよね。なんだっけ？すごくよくできたね。気持ちを込めるんだよね。心を込めてありがとうって言うんだよ。ただあっちの方向いてありがとうって言ったり、 ありがとうって言うんじゃダメだったんだよね。これじゃ魔法じゃありません。気持ちを込めたありがとうが、さて皆さん夏休みの間何回できるかな？10回ぐらいできるかな？20回、もっと100回できる？そうか。じゃあこのいい2つ宿題出したよ。
挨拶と、もう一個なんだっけ、ありがとう。そう、この魔法の呪文をいっぱい使ってください。それからね、大切なことは皆さん大きな怪我をしないでね。ね、夏休みいろんなとこ遊ぶ機会が多いと思います。プールとかも行くかもしれません。海とかにもね、行くかもしれません。その時にあんまり楽しくてはしゃぎすぎちゃうと大きな怪我をしちゃったりします。いいお家の人の言うことをよく聞いて、ね、大きな怪我をしないで。今度皆さんで一緒に会うのは8月の21日の登園日になります。ぜひ元気な、ね、お顔を見せてください。はい、じゃあ園長先生の話を終わりにします。